達成ご苦労だった。順調です。分かってます。子供いますから。オペレーションストリクス以外にも最低不用心だった。偽装作戦において我が家の危機は世界の危機。今度の休日出かけるぞ。よし、水族館にでも行くか。さあ行こうか。ロイドさん、何やら説明臭いが、よしとしよう。また接触要請か。いえ違います、たまたまです。早くコーヒーとジュースをください。顔色が、大丈夫ですか。予算、仕方ない、速攻で任務を片付け。どのペンギンがターゲットの子ですか。どうする。すみません遅くなりました。はい。騒ぎを起こさずになりすますのが手っ取り早い。すめん。チーフ、僕にやらせてください。群衆をコントロールすることなど造作もない。この ID 偽物ですね。貴様どこの出ないかしら。わお、すまん遅くなった。じゃーん、ペンギン。いえとんでもない、平穏な家庭を守るために。普通の父親です。こっちもなんとか体裁を取り繕えそうだ。こんな過重労働はもううんざりだ。本部に苦情を入れて長い休暇を申請し、子供が泣かない世界を、戦争のない世界を維持するのが俺の使命。なんだ、スパイごっこか。こら、何してる。勝手に入ったらダメだとあれほど言ったろう。いや、ハサミとかストーブとか危険なものがだな。このままではオペレーションストリクスが瓦解してしまう。先輩、次の任務に向かいましょう。さすがっす先輩。スパイは目立ってはいけない。